私は今アクアマリン福島の、入ってすぐ縄文の里エリアにいます。こちらになります。縄文の里はですね、昔人と自然が、共存していた、縄文時代の里山風景を再現したエリアになります。このエリアにはですね、昔から日本で見られた里山の生き物、ホンドウダヌキや両生類、カエルやサンショウウオだったりだとか、その他にもですね、ネズミといった小動物ですね、いろんなものを展示していますので、ぜひご覧になってみてください。またですね、この中のですね、里山はですね、季節によってさまざまな虫だったりとか鳥、また花が咲きますので、ぜひそういった季節の移り変わりもですね、楽しんでいただけたらなと思います。では、先ほどいくつか紹介した、動物の中で今回はですね、アズマモグラについて紹介していきたいと思います。モグラの展示のこだわりは、モグラがですね、実際に土を掘る様子を観察してもらいたいということで、あえて薄く作った容器に土を入れて、モグラの作る巣の断面を観察できるようにしました。モグラの巣にはですね、トンネルの他に、餌を食べ込む部屋だったりとか、あとは、落ち葉を引き込んで寝床としている部屋、またですね、決まってトイレをするスペースなど、さまざまな部屋だったり、空間があります。ではですね、実際にモグラが土を掘っている動画がありますので、ご覧ください。ほら来た、ほら来た、ほら来た。モグラはですね、土の中にいるミミズや、コガネムシの幼虫などを捕まえて食べます。ミミズを食べるときですね、こう前足を器用に使ってミミズをこうしごきながら食べます。とても面白いので、ぜひ動画をご覧ください。どうぞ。それはよく聞きますが、嘘ですね。明るい場所でも餌はしっかり食べますし、地上を自由に歩き回ることもできます。裏で飼育しているモグラは明るい部屋で置いているんですけど、全く気にしていないですね。むしろですね、モグラが気にするのは体に何かしらが触れているかどうかということです。モグラはですね、狭いところが大好きで、体にですね、土だったり何かしらが触れていないと落ち着かない生き物です。あ、そういえばですね、今日はたまたまポケットにこんなものがありました。いや、偶然ですね。これはですね、裏で飼育しているモグラの、容器の、飼育容器の一部になります。直径4センチから5センチほどの、ネットでできたトンネルになっているんですけど、こういった狭いところに入ると安心するんですね。ですので何もない、容器にですね、ポイッとモグラを放すと、餌も食べれないぐらい落ち着かないんです。